年2発目の動画ですけども、とっても、縁起悪い人に来てもらいました。解散したて、井下良美さんでーす。錦似てる錦吉井です。よろしくお願いします。見てるよ。これ見てるで。いや、これ危ないで。俺ゲストは、マジカレー鬼以来のオクラある。見てくれすぎ、見てるで、見てくれすぎあるで、マジで。ということで、はい、吉本興業の、はい、16年目、7年目ですかね。17年目で、はい、2022年の年末に、はい、解散を、そうです、発表されて。そうなんですよね、はい、まあ解散の経緯はですね、うん、はい、うん、M1 15年あったじゃないですか、はいはい、その15年を区切りに、はい、っていうわけではなく、この4年前。吉さん、興味ないです。びっくりした。びっくりした。ごめんなさい。えぐいえぐいえぐい、あ、えぐいやん。えぐい、あんま、えぐない。え、ごめんなさい、あ、なんかあんま興味ないから。うわ、フリーザーのやつやん。フリーザーのこれ出たやん。えぐいえぐいえぐい。え、お前興味あるよな。いや、ないですね。するなぁ。何の企画なん。今日は、ちょっとね、うちらも今後ね、もしかしたら将来的に解散がゼロではないじゃないですか。あるで。ね、うんうん、怖い怖いって分かんないんで、うんうん、その解散っていうものがね、うん、どれぐらい価値あんのかなって。何価値って。価値っていうか、その得、今のところ解散して損しかしてないじゃないですか。いや、ほんまにそう。だって52万ぐらい稼いでたから、舞台だけで。うわ、コンビで言ってくれるんですね。そうそう。52万。そうだから、その52万がなくなるから、マイナス52万。マイナスってことですよね、うん、でもまあ会社を選ばれて、うん、でせっかくなんやったら、やっぱどれぐらい得するのかっていうのは、やっぱその、まあ同情じゃないですけど、ちょっとね、やっぱ煽った方がいいと思うんですよ。あー、悲壮感を金に変える。金に変えます。だから今日はお買い物をして、どれぐらい解散話で得できるかなー。うわー、マジでマジボツの匂いする。俺さ、はい、選手権やと思ってん今日。選手権、俺選手権用やと思ってめちゃくちゃ小道具用意してんねん。呼ぶか。まずですよ、多分物の価値っていうのは、うん、いかに他の商品と違うかっていうところなんですよ、うんうん、ってことはですよ、井下良美の解散は、うん、他のコンビに比べていかにかわいそうやったかっていうのを出していこう。あ、どうですか解散。いや、マジで普通やで俺の解散は。本当ですか。だから丸々15年やっ て、で M1 終わったやんか、うん、それ区切りで解散するって結構おるやんか、うん。あんま言うな、人の別れベタって。まあ、お互いお笑い芸人を続けるのよ。あ、続けるのか、そっか。それ、うん、結構悲惨っすよね。なんかその、ほんまにこの組み合わせがあかんかったんやって感じするじゃないですか。やばない。15年もと一緒にやってたら2人ともやばいよ。2人ともやばいよ。どっちもだから、どっちも能力あるのに、うん、どっちもおもろいのに、その、うん、この組み合わせだけに長い時間過ごしたんだってこと。やばないこの2人。なんで見てんの。まだ2人やってる。これいいっすね。まだ一番嫌やわ、おのおのでね。このいじり一番嫌やな。吉井さんって、うんうん、めちゃくちゃその、なんていうんですか、個のポテンシャルみたいなのを最大限に出すとこってめっちゃあったじゃないですか。一人でやる、うん、トークもすごいし、うん、お芝居もやられてるじゃないですか、うんうん、チャンスはめちゃくちゃあった、あった、うん、だからそう、滑らない取った人間で売れてないの俺だけやから。あ、いいっすね。分かってきた。 MVS で売れない。なんか、かわいそうやな、俺かわいそうやなっていう。そのすごい尖ってたから、うん、こういろんな先輩と喧嘩しててんな、うん、でその喧嘩したけど、はい、解散した後に、はい、すごいほんまいい人やってみんな。なるほど。お前はこうこうこうでみたいな、はい、ほんまは優しい人に、はい、俺は攻撃してたんよ、うんうん、で一番お世話になってる先輩に井下の良さを最後まで出せんかったなって。
何かありますかね。なんかちょっともう一個パンチ力、まあこの辺すごいですけど、うんうん、子供できて、はい、ネタ作る時間なくなったことを、はい、理由に逃げてたな。で、ね、その推進は自分のチャンネルで言ってください。ここは浅瀬で泳ぐとこなんだよ。深すぎる、深すぎるか。絶好のねぎり日和やで。いや、大モザイクやでこれ。どこが日和なの。ちょっとめちゃくちゃさ、はい、催しもんやってる、はい、著作権大丈夫なの。ギリギリ大丈夫です、はい、チアが頑張ってるんです、うん、さあ、ということで、はい、代々木公園のフリーマーケットに来ました、はい、ね、フリーマーケットっていうのもネギ交渉のね、絶好の場ですから、はい、マジで嫌やねんけど、これやっぱ現場来たら、はい、マジで恥ずいわ。絶妙ですよね、あの吉井さんって、あの顔割れるか割れないか。うちらも含め。ここですね、ここで行きます。まあまあ長めだし、私で、はい、ここら辺の平置きのやつは求めやすい。あ、求めやすいですね。あ、80年代の。これがリバースイールのこれ。はい。あの、僕のこと知ってますかね。芸人さんの。あ、そうです、そうです。はい、あ、これっていくらぐらいなんですかね。これは、4万円ぐらい。4万円 !4 万円か。金ないなただこれ履いたらめちゃ持ってる。運気上がる。運気上がります、はい、僕ね。解散して2500円にならないんですか。いや、なんか仕事いただけますか。なんか僕15年芸人やってたんですけど、猪下佳代っていうコンビ、相方生かしきれんくて、なんかお願いします。吉井さん、早いって言ってるの。違う違う、え、その早いとか分からへんねんけど、一個一個しがまな、畳みかけたか、漫才師ちゃうねん。でもそうです、四千頭身みたいになってたの。ほんまにかわいそうって思われてなかったですよ、今。そうか、こんにちは。お笑いとか好きですか、ね、はい、お笑い好きですか。なんか僕は最近15年やってたコンビを解散したんですよね。で、まあこの滑らない話もね、本番サイコロで僕吉井って言うんですけど、吉井のマス全然出んくて、本番中君まろばっかり出て、で子供が、僕子供いるんですけど、家で価値わからんからこのサイコロ転がしてめっちゃ遊ぶんですけど、その時もめちゃくちゃ君まろでまあこんなこと言うのもここだけっすけど、一回水につけたんですよ。ほんだら君まろで浮いてきたんですよ。すげえな。この1000円のやつ40円とか40円とかっていうのは無理ですよね。だから40円とかさすがに無理やけど、40円僕40円しかなくて、これただで、これあげます。え、これ本当はいくらのもんですか。あげます。買ってくれた人になんかつけてノベルティです。はい、袖の色やれます。僕はお金払って物を買いたいんです。だ、本当にお兄さんありがとうございます。これは解散したんですよ。僕15年やってたコンビを解散したんですよ。で、僕猪下佳代っていうコンビ名やったんですよ。知ってますか。知らへんの。もう嫌や。何してるんですか。ほんまに。
何してるん。いや、その誰にでも配ってるノベルティーもらっただけやん。うちもう一個の袖の方が良かったで、ええー、どうでもどうでもええって、まあ、戦利品ないですから今、うん、ジャイアンツ好きになっただけやん。何してんの。ファッションで行くんでしょ。ファッションで行く。いや、これは嫌。これ嫌です。これは嫌。こんにちは。なんかいろいろ商品ありますね。これいいっすね。買おうかな。今日のトップスにね。あ、今日のトップスにいいですか。はい。どう。わかんない。歌って歌って。いや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 。本当はさ、一人でもじゃじゃじゃ。でなんか出てる人なんですか。ネットフリックス。あ、ネットフリックスとか見られます。一応見てます。あ、こんなでっかいドラマ出させてもらったんですけど、僕ちょっとお笑い芸人やってるんですけど解散して、これ400円ですもんね。じゃあ分かりました。火花やりましょうか。ネットフリックス火花より、1話海岸沿いでコンビで初めて会話するシーン。緊張すんな。腹痛いからババ行ってくるわ。どこやってんの。続きまして第2話、主役の、徳永の家でネタ合わせする山下。そのネタでええんかな。これ200円。200円でいいですね。200円でいい。うわー、ありがとうございます。やった。解散話ではなかったやん。火花で値切ってたやん。いくらがいくらですか。400円が200円。はい、うわ、すごい。まあ半額。でもすごい、この服トップスって言ってた。今日のトップスって。と合うと思います。合うと思います。合わへんと思うけどな、トラやから。そうです。あ、吉田さん、あのスカジャンの人いる。いや、スカジャンは怖いね。スカジャン着てるやつ怖いね。いや、あそこなんか盛り上がってるし、うん、浜田みたいな。浜田やん。いや、ないよ。ないねんけど。浜田じゃないです。ちょっと上の人なんで、その家族ものとかに弱いと思うんですよ。何それ。だからその村上をその妻役で出して、じゃかわいそうな夫婦みたいな感じで。あ、それで村上が仕掛けてくれるのを待てばいいけどね。いやー、めっちゃ浮いてる。あ、リーボックとかいいっすやん。ね、靴。おー、あ、これ。もうやめや、帰んなや。お金ないんやろ。今、すいません。すいませんな。ちょっと、嫁がうるさくて、すいません。もう全然無視してください。もうやめ。じゃあ、この靴。解散したんですよ、この人。解散したことは言わんでええろ。これ、ズボンいくらですか。ズボンも一応500円。あ、これ、お前のもんないんか。これ、もう一緒の靴ないんですか。一緒のないですね。同じ靴まで買う金はなく。え、これってもうすぐ売れるって思ってました。いつか売れると信じてた。じゃあ靴とズボンとあと僕劇場出てたんですけど、僕結構劇場出てたんですよ、お笑い芸人として。客が12、3人の大宮で。あ、いいっすね、これとか。もう浅草キットのノリで。これで全部でいくらですかね。2000円でどうですか。2000円か。お札ないやんか。すいません。じゃあ2000円。あともう1個ぐらい。あ、もう1個、はい、やったら。あ、そうだ、ない。その攻撃なんなん。これほんまに全部僕欲しいなと思うんですけど。あ、じゃあ2400円で。2400円、わかりました。じゃあ800円でもらいます。ちょっとかぶれますね。ちょっと一回かぶりますね。このパンツが
貫通今500円でこれ1000円と1300、はい、1800や1800こうして800円でいただきますか怖い怖い、はい、300、500、200、150、600、220、214、13、84、16、1 はい、もう一回早く早く、時間ない時間ない56、58、48、722、15、500、2300円です800円2300円2300円ですか、じゃあ2200円ですね、やめさせてもらう、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、ということで、はい、だいぶ買いましたね、最後だいぶ大量買いした、大量買いしましたけどどうなってました合計は、結局結局、はい、5000円ぐらいやったよな、はい、4800円を2300円、うんうん、あ、いけただから、うん、さっきの200円と2500円足して2700円、おお、なるほど、ということで、イノシタヨシの解散は、2700円、いや聞くて悪いな、なんか聞こえ悪いねんけど聞こえ悪いねんけど、いやだいぶ頑張ってましたよ最後、ということで、今後、はい、解散の可能性がある後輩コンビに、はい、ちょっと伝えてください、お願いします、M1 とか関係なく、解散する芸人は次何するか決めてから解散しや